11月2日火曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。北海道は寒気を伴った低気圧の影響で雨が降るところが多くなりそうです。特に道南のエリアでは雨や風が強まったり雷を伴う恐れがあるのでお気をつけください。東北では雨が降っているところもありますが、お天気回復傾向となるところが多いようです。そして東日本から西日本、日差しが届くところが多くなります。ただ関東でしたり北陸から九州にかけての日本海側ではにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。各地の気温を見ていきますと平年並みというところが多いですが、やはり1日の気温差この時期らしく大きくなりますので十分お気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。